はーい、ロリコンの皆さん、こんにちは。うい、9歳です。ふぅ、疲れた。どうも皆さん、こんにちは。あ、初めて見る顔がたくさんいる気がする。あ、1年前以上に牢屋にぶち込んだ人もいるね。ちゃんと覚えてるよ。なんかさっき、もう本当に待機所のコメントがマジでキモくてマジでキモくて、なんかみんながロリ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 みたいなことを言ってるのをね、看守の人たちがなんかセミみたいですねって言ってました。キモいです。どうもありがとう。なんだって。主治医によると、あなたがウイビームを打ってくれないと私の命はもう持たないらしいです。打ってくれますか。あ、ほっとけばそういう、んん、バイバーイ。はい、次ウイちゃん、俺粛清されたいよ。自分で粛清されたい人来ちゃった。勝手に粛清されてください。バイバーイ。はい、次。最近生きてて恥ずかしいと思ったのはいつ？今。はい、次。ねえ、ういちゃん、今度一緒にホラーゲームやらない？もうお前がホラーだよ、ほんとに。お前だし、コメント欄がホラーだよ。今日はホラー配信かなーって、待機所のコメントに書いてあったけど、いや、お前ら、コメント欄がホラーだわって思ってます。絶対にやりません。はい、次。ういちゃん、はじめまして。シマエナガが好きな女子大学生です。ありがとう、女子大学生。ういちゃんが素敵だなと思う大人のイメージは何ですか？ういが素敵だなと思う大人のイメージか。この配信を見てない人かな。はい、次。かわいいね。お名前は何て言うのかな？おじさんはゴミって言うんだよ。ここは危ないから、おじさんがお家まで送ってあげようかな。ちょっとゴミに話しかけられるの嫌かも。え、ゴミのお家ってゴミ箱ってこと？え、一人で帰って。バイバーイ。はい、次。うい先生のお孫さんかな？かわいいね。何歳？誰がババアじゃ？は？あ、9歳です。わーい、みんな9歳だよ。よろしくね。はい、次。へへ、ういちゃんかわいいね。靴下の色教えて。こういうのが一番ダメ。こういうのを聞いてくるやつがいっちゃんキモいんだから。聞いてる？本当にこういうの一番ダメ。誰、天宮心に靴下の色聞いたやつ。最悪なんだけど。最低。これ皆さん絶対に聞いちゃダメですよ。皆さん、これ最後のマシュマロらしいです。とんでもねえな。